なーにない、お待たせしましたお待たせです、ちょっと待ってな、よし、こんばんは、エンジョイカラオケに参加しております。スグリンさんどうもどうも、もんちゃんさ、もんちゃんとか最近ずっと TikTok いるよね、あの子。お、ランクアップです、ありがとう。ピノちゃんが足の上で、あ、ワイシューさんナイスレインボースター、ありがとう。おー、ここはあゆさん、アイラブユーベアいただきましたよ、ありがとう、ありがとうございます。唇キラキラしてた方可愛いね、やっぱり。いいねいいね、あ、ごめんなさいね。にイベントの話、わら、どういうこと、どういうこと、どういうこと、ちょっとシェアしよう、シェアしなきゃ、あ、早くツイッター、カラオケにいるか聞かれたからひろひろさんこんばんは、みけちゃんやっほー、皆さん皆さん今日もよろしくお願いします。シェア完了、早い、ありがとう、めっちゃ家、めっちゃ家、めっちゃ家、タワさんありがとう、リクソンさんありがとう、かわいいキラキラだるま、あ、待って、 SMA トイプーさんになりましたかわいいやないかい、トイプーさんかわいすぎやって、リトルツルトゥトゥさんかわいいハートありがとう、エマさんありがとうでーす、ありがとう、キラキラ、トイプーさんありがとう。皆さん SMA 会長さんがついにトイプーになりました再就職さんとかだったよね、昨日、トイプーやんありがとう、いいね、やっぱり歌うの好きなのでエンジョイカラオケにしました。皆さんよかったらまたまた盛り上げてください。そしてごめんなさい、5月に入ってからですね、皆さんにいただいてたリクエスト何曲か歌い始めます。ちょっとあと2日ほどお待ちくださいね、頑張っていっぱい新しい歌を覚えてきますよ。5月の目標、歌をいっぱい歌う、いいことです。リクソさんありがとう、ナイスレベアゲイ、ありがとうございます。歌っていこうかな、今日ね22時45分までにやりたいと思います。そしてその後 FC の方で配信していこうと思います。トイプさんありがとう、スグリンさんナイス、新曲解禁まであと2日、ドキ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 、あ、タコさんありがとう、トイプーさん横歩きタコです、ありがとう、エールいいね、
しくお願いします。ありがとうございます。エクサさんいらっしゃい。初見さん大歓迎ですよ。よかったら皆さん約1時間一緒に盛り上げていってください。お願いします。今日なんか肘ぶつけまくってめっちゃ画面揺れるね、ごめんね。どんどこどんどこしてる。ピッピさんお久しぶり。スブリンさんありがとう。何行こうかな。おっとイベント中です。エンジョイカラオケ頑張ってこう。いっぱい歌っていっぱい盛り上げて1位を目指していきます。お久しぶりふー、ありがとう、ごくり。まあ最初はね盛り上がる曲を歌っていこうかなって思うよ。いいよいいよ、上げてくよ。よし、時
さんこんばんは。なんかここら辺にピノの毛がくっついててさ、ずっとかゆい、ここら辺めちゃ湧く。何行こっかな。皆さんお腹空いてくる時間じゃないですか？早い？まだ。ちょっと最近早いですね、これ出てくんのね。イカでも焼きましょうか。皆さんタコの時間ですよ。アバターが続々増えてきた。皆さんようこそ2時間のトークルームへ。よかったらイベント参加中です。一緒に盛り上げてくれたら嬉しいです。モーグリンさん100回目。タコイズのリング並べたような海、恋人とやってきた初めての砂浜、ちょっと冒険した、水着が恥ずかしい、どことなくぎこちない真夏の過ごし方、空の太陽がハート焦がしてる、あなたは立ち上がり海の家。お待たせ、ロマンティックイカ焼き、なんか腹減って食べたくなった、
ありがとうございます。アバターびっちりだ。皆さんこんばんは。2時間のトークルームへようこそ。よかったら皆さんコメントたくさんたくさんたくさんお待ちしてます。そしてリクエスト、歌歌ってるんですけど、リクエスト曲ありましたらよかったらいっぱいください。皆さん遠慮せずにいっぱいくださいね。コメント何行こうかな。よかったらリクエストください。来なかったら勝手に歌っちゃうよ。ニジカはお腹がいっぱいかもしれない。みんなはお腹が空く時間ですか？この時間。さよならの意味、三色パン。いいね。じゃあ三色パン歌ってさよならの意味く？さよならの意味くれ。ホムラ、いいね。ちょっと順番に歌ってくよ。歌えるかわかんない。これ歌ったことあるっけ私。カプチーノ、あ、いいね。お、ランクアップ。いいよいいよいいよ。あ、保育園さん意識高いね。今日はソイラテです。ちょっと自信がないけど歌詞間違っちゃったらごめんね。歌ってみよう、頑張って。君が好きだけど
よし、もぐりんさんありがとう。盛り上がり900超えです。いいね、ありがとう。灰色にしなんだ言葉はカプチーノみたいな色して、窓辺に置いてきて、数えきれないよ。ヨルシカさんの雨とカプチーノって曲です。 BPM さんありがとう。灰色にしなんだ言葉はカプチーノみたいな色して、言い訳はいいよ、青のカプチーノおどけたふりして、さあ太陽歌うように雨流れ、僕らに鳴らす花に溺れ、君が焦らないような思い出をどうかどうかどうか、君が溢れないように。わしゅうさん、くまタワーいただきました。ありがとうございます。嬉しい。キラキラ。波待つ海岸、くれない夕差し窓に反射して、8月のビースピー、潮騒待ちぼけ、海風ひとつで、夏を泳いだ花の白さ、酔いの雨流る夜に溺れ、誰も焦らないような花ひとつ、どうかどうかどうか胸の内側に刺して、キラキラしてる。ありがとうございます。ありがとう。ずっとおかしいんだ。生き方一つ教えてほしいだけ、叶えるものなんて僕にはもうないけど、何も答えられないなら言葉一つでもいいよ、わからないよ、本当にわかんないんだよ。さあ歌うように雨
キラキラありがとうございます、嬉しい。ちょっとワシューさん今埋もれちゃってるからさ、最後にクマさんと写真撮るね。ありがとうございます。そうなんです、今ゴールドギフトが実は限定で出ました。やったね。そうなんです、みんなでぜひぜひキラキラさせてください。ありがとうございます。自分のキャラがよくわからない、どこにもいるような普通のタイプよ、だけど何かをしてみたい。猫をかぶってるわけじゃないのにコミュニケーション全然取れない、だから墓地でいつもいる。たった一人では何もできないけど、誰かいてくれればどうにかなる、みんなでやるしかない。ファンタスティックサム食パン、パスタ後にチョコレートに、それに粒あんもあるし三つの味よ。ファンタスティックサム食パン、どれが好きか人それぞれね、一つ選べないならまとめてしまえ。ハッピーなな、やりたいことはいろいろあるけど、何からやればいいか迷ってしまう、優柔不断ってやつなのよ。友達なんて呼べる人いない、ただの知り合いつかず離れず、ずっと墓地が楽だった。だけど偶然が味方してくれたの、ある時気づいたら仲間がいた、なぜだか心強い。ノスタルジックサム食パン、カスタードにチョコレートに、昔はイチゴジャムだった新しい世界。ノスタルジックサム食パン、さんによればとってもお得、あの子この子私が集まるなんて、ゴージャスな。なにぴょんさんかな、いらっしゃい。お、ここはよさん、おでみさん、そしてわしゅうさん、まことさん、うえちさん、ざわちゅうさん、ありがとう、といぶさん、ナイス。ファンタスティサム食パン、パスタ後にチョコレートに、それに粒あんもあるし蜜の味よ。ファンタスティックサム食パン、どれが好きか人それぞれね、一つ選べないならまとめてしまえ。ハッピーなな、ここはゆうさんかな、ナイスリクエストでした。優勝ありがとう、ありがとうございます。皆さんナイス盛り上げ、盛り上がり1600超えです、ありがとう、ありがとうございます。しんしんさんいらっしゃい、ありがとう。いいね、ニジカの最近ハマってる歌。
するけどスリルがさらに火をつける。夏の方から近づいてく思い切り大胆に私を演出しちゃうね。さあ行こうよ、時代するけど大丈夫、信じても OK。 海の匂いが大好きなんだ、思い切り気悪くてごめんね。ライバルの皆さんもう来てるよ、時代の前よいしょ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 。ホワイトさんどうも。お、ミスターハットさんお久しぶりです。歌ってきますよ。いいね、盛り上がり1600超えです。ナイス。さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うように、このまま続くと思う。
そしてナイスレインボーです。ありがとうございます。ありがとう。お、セーナサターンさん、昨日ぶりじゃない？違うっけあれ昨日ぶりじゃないかな。あれれれ、あ、黒ひげさんじゃないですか。また来てくださった、ありがとうございます。大歓迎です。ぜひぜひ、ありがとうございます。何行こうかな。よかったら皆さん遠慮なくコメントください。リクエストも募集中です。ぜひぜひぜひお願いします。え、昨日ぶりじゃない？昨日いなかったっけお久しぶりだっけな。お久しぶり。あれ、昨日いた気がするんだけど、いないかあれ、あ、コウスケさんありがとう、コデランニさんありがとうございます。ニジ様の心にいるよ。心、頭の中にはいるけど心にはいないかな ありがとうございます。何行こっかな。リクエストが来たよ。
人セゾン、ニジカの一人セゾン聞くか。二人おらんのよ。にあった。一日の締めくくりはやっぱりニジカちゃんのトークルームだね。だね。思い出は枯れんだ。
すぐりんさんからナイスなリクエストでした。ありがとう。おお、ありがとうございます。なつけさん、ありがとうです。優勝いただきましたよ優勝いただきまして、やったね、優勝です、ありがとうございますすぐりさん、ありがとう。きなこさん、ナイスでした、ありがとう。そしてハートさん、ありがとうございます。そして素敵なコメントもいただきましたよ、ありがとう。よかったらまた来てください、ありがとうございます。お、トイプーさん、 SMA トイプーさんがナイスなレインボーをかけてくれましたよ、ありがとう。ビンジュースさん、ピッピさん、スグリーさん、リトルトゥルトゥトゥさん、BPM さん、エースさん、ありがとうございます。マコトさん、ありがとうです。そしてタケヒロさん、ありがとう。ココアユさんもナイスナイスナイスなレインボーでしたよ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんナイス盛り上げです、ナイス、ありがとう。お、クロエさんじゃないですか、今日は2の兵ですか、8の兵ですか。そしていつの間にか2300超えでした、ありがとうございます。ナイス盛り上げありがとう。ヒーローさん、レベル12時サポです、やった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 。今月もたくさん虹サポが生まれましたよ、皆さんナイスレビ上げです、ありがとうございます、ありがとう、嬉しいですね、ありがとうございます。汗かいてきた、ここら辺にピノがいるんだよね、ずっとピノちゃん暑くて玄関で寝てます今最近うちの犬は床で、暑いからかな、床で寝っ転がってることが多いですね。マザー2時か、マザー牧場みたいだね、うん、歌った歌った。コメントリクエストお待ちしてます。あ、うちの秘書がコメントを定期で流してくれてますうちのちび秘書ミルキーちゃんがよく業務的な連絡もしてくれます皆さん何かわからないことがあったらちびミルちゃんに聞いてください。いいねいいね、ヨルシカさんの曲いいよね。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。もう忘れてしまったかな、世の中の全部嘘だらけ、本当の価値を二人で探しに行こうと笑ったこと。忘れないように、色褪せないように、形に残るものが全てじゃないように。言葉をもっと教えて、夏が来るって教えて、僕は描いてる目に映ったのは夏の亡霊だ。風にスカートが揺れて、思い出なんて忘れて、浅い呼吸をする、汗を拭う集めく。ありがとう、ハートさん、ナイスレインボー、そしてココアユさん、ナイスなアイラブユーいただきましたよ、ありがとう。届いてますよ、ピーちゃんさん、いらっしゃい、うちの犬と同じ名前だ。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座った頃、遠くの丘から顔出した雲があったじゃないか。君はそれを掴もうとして、バカみたいに空を切った手で、僕は紙に雲一つを描いて、笑って握って見せて。忘れないように。
てじゃないから、今だけ顔もなくして、言葉も全部忘れて、君は笑ってる、夏を待っている僕ら、亡霊だ。心をもっと教えて、夏の匂いを教えて、浅い呼吸をする。イルカちゃんいらっしゃいです。ありがとう。初見さん大歓迎です。2度目ましてさんも大歓迎です。ぜひぜひたくさんコメントお待ちしてますよ。皆さんトークルームへようこそ。ありがとうございます。心に響くものが全てじゃないから、言葉をもっと教えて、さよならだって教えて、今も見るんだよ、夏に咲いてる花にボレーを。言葉じゃなくて時間を、時間じゃなくて心を、浅い呼吸をする。汗を拭って夏めく、夏の匂いがする。ナイスレインボーです。ありがとうございます。レインボーラッシュ、ありがとう。もう忘れてしまったかな、夏の木陰に座ったまま、アイスを口に放り込んで風を待っていた。ありがとうございます。ハットさんありがとうございます。あ、やばいやばい、虹がありがとうございます。すごいレインボーラッシュです。ありがとうございます。虹かだけに、虹がかかった、ありがとうございます。ウエチさんありがとう。ココアユさんもありがとうございます。サイリウム綺麗でしたよ。届いてますよ。ありがとうございます皆さん。お、トイプーさんもありがとうです。スグリンさん、マコトさんありがとう。モフモフさんありがとうございます。あれ、誰かがさ、なんかリクエスト、どういうのだっけな。待って、めっちゃ久しぶりに歌う曲だねこれ。夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せた、バス停の背を覗けばあの夏の君が頭に。口に出せないなら僕は一人だ、それでいいからもう諦めてる。ナイスレインボーです。そして1位ありがとう。ありがとうございます。なんとなんと盛り上がり3000超えです。ありがとうございます。夏日乾いた雲、ゆすら目錆びた標識、記憶の中はいつも夏の匂いがする。写真なんて紙切れだ、思い出なんて
記憶に夏の石一つ、うつむいたまま大人になって、追いつけないただ君に晴れ、口に出せないまま坂を登った、僕らの影に夜が咲いてく。誠司さんいらっしゃいです、ありがとう。皆さんナイス盛り上げありがとうございます。皆さんクラップの準備をお願いしますね。うつむいたまま大人になった、君が思うまま手を叩け、日の落ちる坂道を登って、僕らの影は、ああ追いつけないまま大人になった、君のポケットに夜が咲く、口に出せなくても僕ら一つだ、それでいいだろう、もう君の思い出を噛みしめてる。ありがとうございます。ゆぶりさんいらっしゃい、ありがとう。トークルームへようこそ、ありがとうございます。なんとなんとなんと1位だってすごい、ありがとうございます。皆さんナイス盛り上げです、ありがとうございます。みんなの盛り上げのおかげで、なんとなんと現在1位でございます。頑張ってきますいおりさん初コメです、ありがとう。そしてハットさんありがとうございます。たくさん綺麗な虹をかけていただきました、拍手ありがとう、ありがとうございます。けんけんさん、ココアユさんもありがとう。長いね。まあいいや、イカゴリさんありがとう落ち着け落ち着けだね。イカゴリさん、名前が長いのでイカゴリさんです、ありがとうございます。3500号ありがとう、嬉しいね。みんなナイス盛り上げです。どうしようかな、何屋号って何変な屋号って何ですか。あ、名前ってことね。あ、そうだ、イカゴリさんは名前のこと屋号って言うんだ。よし歌ってこうか。僕と君とでは何か違う、同じ生き物さ、わかってる。でもね、僕は何かに怯えている。みんなもそうならいいな。がむしゃらに生きて誰か笑う、染み切るには早すぎる。いつも僕は自分に言い聞かせる、明日もあるしね。ああ、なんて素敵な日だ、幸せと思える今日を、夢破れくじける今日、限りや永遠も治りきる。
けじゃないと思えるかな。誰かを好きでいる今日も、ここ濡らし眠れる今日も、ああ嘆くには程遠い狭い広い世界で僕らは歌う。はい、花に命が芽吹くよ、かけるは雪の大地、青すぎた春を忘れずにいたいと語るは友との地図、かけるは人の旅、奇跡は死んでいる、努力も孤独も報われないことがある、だけどね、それでもね、今日まで歩いてきた、日々を人は呼ぶ、それがね、奇跡だと、幸せに悩める今日も、ボロボロに慣れている今日も、ああ息をしてもがいている、すべて僕のこと、あの日の僕らのこと、ありがとう。ピノちゃんが何か、ピノちゃん何もしてないよありがとうございます。この曲ね、私大好きなんですよ。みんながみんなとして生きていることがすごく尊くて愛おしいことなんです。みんなありがとうございますなんか音しましたか？私がキョロキョロしたからかな。ありがとうございます。素晴らしいですね。なんとなんと、イベントを参加してですね、今上位にいます。すごい、ありがとうございます。まあね、イベントなんでね、本当に追い越されて追い抜いて追い越されてってちょっと繰り返していくことにはなるんですけど、最後まで諦めないの精神で頑張ってね、行こうと思います。そして今回ね、エンジョイカラオケっていう、あのゆるいべーって感じなんですけど、ゆるいべーって感じなのに参加してる人たちとてもとても豪華になってきました。なのでね、ちょっと私も本気で楽しく盛り上げていこうと思います。よかったら皆さん応援をよろしくお願いします。ありがとうございます。盛り上がり3700ありがとうございます。嬉しいな。師匠頑張る。師匠頑張ってありがとうございます。やればできる。
頑張っていこうと思います。この辺さん2度目まして、どの辺外出ペヤングさん初訪問、みんな名前どうやって決めてんの初見です。安明さんコメントありがとう、届いてますよ、ありがとうございます。青と夏も好きよ。青と夏ってなんだっけ、空と青じゃない、青と夏って何もうツボに入っちゃった空と青じゃない違うごめんなさい、ツボに入っちゃった、ごめんなさいね。秘書頑張る、チビミルちゃん秘書よろしくお願いします。ネルソンの代理さん、ネルソンの代理面白い、定期コメント考え直す、いやもうそのままでいいんだよえ、なんかちょっとでもあまりにもさ人の失敗をさ間違いをさいじるのはひどいじゃん、ごめんね、でも面白かったありがとうフォローしてくれた安明さんありがとう。よかったら毎日配信やってます、夜9時頃から配信してますので、よかったら今日来てくれた初見さん2度目ましてさ、またお待ちしてますね、ありがとうございます。ということで本日のランキング発表を移らせていただきたいと思います。曲だと思うよ、え、青と夏あるよ、嘘、あ、夏が始まった合図がした、タララララランタタララン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 ってやつだ、ごめんねピッピさんなんだなんだ、私が知らなかっただけだ、ごめんねピッピさん、ピッピさんごめん、いいやね。ということで本日のランキング発表いきたいと思います。第1位、なんとなんと何ヶ月ぶりでしょうか、ミスターハットさん、ミスターハットさんありがとうございます。レインボー祭りレインボーシャワーでした、ありがとうございます、ナイス盛り上げありがとう、よかったらまた見に来てください、ありがとうございます。あ、間違った強制的に寝かせようとしてましたね今、ごめんなさいです、ありがとうございます、よかった、楽しかったです、だって幸せ、ありがとう、ハットさん拍手、みんな拍手ありがとうございます。ということで続いて第2位、ワーシュキャプテン、キャプテンキャプテンワーシュキャプテンありがとうございます。そしてね、これにここにワーシュキャプテンが、ワーシュキャプテンがくださったゴールドベアのタワーですかね、これなんてやつだろう、ゴールドタワーいただきましたよ、キラキラって感じです、ありがとうございます。ちょっとね記念撮影したいんだけど埋もれてます、ありがとうございます第3位、ココアユさんです、ココアユさんナイス、ありがとう、今日もたくさんたくさんたくさんナイス盛り上げでした、ありがとうございます、たくさんの愛が届いてますよ、ありがとう。そして第4位、 SM トイプーさん、トイプーさんナイス盛り上げでした、5位キーナコさんもナイス、そして6位スグリンさんリクエストもありがとうございました、7位チビ秘書ミルキーちゃん今日もナイス秘書でした、ありがとう。そして8位モグリンさん、モグリンさんたくさんありがとうでした、眩しかったです、
ありがとう。そして9位ウエッジさんナイス。そして10位誠さんもありがとう、拍手。で11位なつけさん優勝届いてましたよ、ありがとう。12位もーちゃんもありがとう。13位まさおかさんナイス。そして14位エースさん。15位かなたさんいつもありがとうございます。そしてビンジュースさん、ヨウさん、オゼミさん、ケンケンさん、ザワチュンさん、BPM さん、オカチさん、リクソさん、テオさん、ミウラゴーさんなど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 、今日もねたくさんの方に2時間のトークルームを盛り上げていただきました。みんなに拍手ありがとうございます。ということでね、この後 FC の方のインスタライブの方で登録してくださってる皆さんはインスタライブでお会いしましょう。そしてね、毎日毎日毎日2時間のトークルーム夜9時から配信しております。9時から9時半の間でねよくやっておりますよかったら皆さんまた覗きに来てください。よさんありがとう、お疲れ、ありがとう。ということでおやすみなさーい。お疲れ様でした。あれ、撤収かかんない。撤収がかかったので撤収します。ということで皆さん、また明日もお会いしましょう。おやすみなさいっていう前に、埋もれてるけどスクショ撮っとくね。和州さんがくれたタワーです。ありがとうございます。記念にスクショ撮りました。おやすみなさい。みんなまたね。バイバーイ。